どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、100円ショップのダイソー行きまして、いろんなね、キャンプ用品、面白そうなものをたくさん売ってましたんでね、買ってきました。その買ってきたものがこちらになります。この中からこのメスティンを使ってちょっと実験してみたいと思います。こちらね、ダイソーのメスティン、半合ですね、1合炊き用の半合になります。価格はこれですね、ワンコインの500円となってます。で、半合といえばね、ご飯を炊くものなんですが、まあね、その他にもいろいろね、炊飯以外にも炒め物、煮込み料理、小物の収納など、いろんな用途に使えます。でね、こちら普通の半合とは何が違うかということなんですが、アルミでできてるんで、火のね、この伝達が、みたいでね、例えばですね、小さいごとくと固形燃料さえあれば、ほっといてもね、ご飯ができると、ここに書いてあります、半自動炊飯が可能となっております。中身はこんな感じです。初めての方にも簡単に分かるように、ここにね、ご飯の炊き方っていうのが入ってますんで、購入された際にはね、分からなければね、見てみてください。削り出しのものが多いんですが、このダイソーのものに関しては、まあ気になるバリ、蓋の方は大丈夫です。本体の方はちょっとね、仕上げが粗いところもあるんですが、まあそんなにね、気にならないかなという程度です。よくシーズニングとかするということを書いてあるものもあるんですが、今までの経験がそんなにしなくてもね、大丈夫やと思います。右からトランギアのメスティン、ミリキャンプのメスティン、ダイソーのメスティンと、こちらが 1.8 合炊きマックスね。で、こちら2合炊き、1合炊きとなってます。大きさはね、違うにしろ、そんなにね、この500円のメスティン悪くはないですよね。作りとかこのぐらつきもないですしね。これだけ大きさが違うと、ミリキャンプのメスティンの方にも、トランギアの方にも収納することが可能です。価格の方が、こちらダイソーのメスティン、さっきも言ったんですが500円、トランギアのメスティンが2000円ぐらいやったかな。こちらミリキャンプのメスティンが、1500円ぐらいやったと思います。またね、下にリンク貼っときますんで、興味ある方ね、覗いてみてください。この3つのメスティン、半合を使ってですね、同条件でご飯を炊いて、どれが一番美味しいのか、はたまた変わりはないのか、検証してみたいと思います。じゃあトランギアから行きましょう。オープン。ちょっと熱いね。はい。おお。お、いい感じいい感じ。うん、美味しそう美味しそう。次ね、前回も美味しく炊き上がったミリキャンプ。オープン。ああ、やっぱりいい感じだね。焦げ付きなどもなく、あ、ちょっと焦げてるかな、だけどいい感じやね、お焦げついててね。それでは期待の新人ダイソーくん、見てみましょうか。オープン。おお、なんやこれ、一番綺麗に炊けてんじゃん。雰囲気ね、これが一番ふわっとしてるかもけど、うん、はい、というわけで、それでは食べ比べてみましょう。ちょっとずつでいいか。ちょっとそれ一口ずつぐらい、これぐらい、うん、難しいね、これダイソーちっちゃいから。炊き上がりはこいつが一番綺麗。順番にいただきます。
これがちょっと柔らかくて、まあ普通でいい感じ。ダイソーのメスティンいい感じやね。これがトランギアのメスティンです。私はミリキャンプ、ミリキャンプが好き、うん、それ硬いちょっと、うんうん、全て美味しく炊き上がりましたと、はい、いうことで差はなし。ダイソーのメスティンはかなり使えるということが分かりました。あ、せっかくなんでご飯に合うもの選手権を今から開催したいと思います。まずはエントリーナンバー1、明太子。ご飯には海の王様といえば明太子ですよ。でエントリーナンバー2、梅干し。紀州はね、どこぞの方からやってきました梅干しでございます。で続きまして、しば漬けとつぼ漬けです。漬物の王様ですね、王さん的にはね多分、はい、そして外国人枠としまして韓国海苔の佃煮を準備しました。この4つの中からですね、どれが美味しいのか今から検証してみたいと思います。ラウンド1ファイト。明太子から食べていきましょう。持ってない。めっちゃうまい。あファイト。ダイソーご飯と梅干し、うん、あ、酸っぱい。だけど美味しい。はい。つぼ漬けとしば漬けの贅沢のせをしたものを。うまいね。全部うまいわ。はい。韓国のりたっぷりの感、どういった韓国のりで。うん、おいしい。うまい、全部うまい。こちら今回参戦していただきましたこの4品の中からご飯に合うもの1位を選んでみたいと思います。よし、決まりました。はい、1位梅干し。はい、僅差で明太子で、こことね、ここにはね壁があるね、ちょっと。んでつぼ漬け&しば漬け第3位です。で韓国のりつくなり、これはねちょっと飛び道具やったね。味変したい時におすすめです。というわけで、お米に、炊きたてのお米に合うおかず選手権の方は1位梅干し、2位明太子、3位つぼ漬け&しば漬けということで決定しました。でこいつは代打ということでね、置いときましょう。はい、以上でございます。はい、というわけでね、本日はなんかこう脱線したんですけれども、ダイソーで買ったメスティンが他のねメスティンと同じようなねものができるかどうかを検証したかったんですが、検証結果の方はもう十分です。ダイソーの500円のメスティンで十分1合のご飯を炊くことができます。今やったらね、いっぱいねあると思います。ダイソー行ったらね、いろんな店舗で並んでますんで、よかったら購入してみてください。そして他のねメスティン使ったもの、あとね、ポケットストーブとかもね使ったんですけど、そちらの方、概要欄の方にリンク貼っておきますので、興味のある方覗いてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画役に立ちそう、美味しそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごさんごむみごでした。グッバー。